今日はですね、ちょっと家でキヤノンのプリンターを使ってるんですけども、このような形で、ちょっとエラーが出てしまいまして、サポート番号 B200 っていうエラーですね。ちょっとこれを、また再度プリントができるように、ちょっと修理していくのを取っていきたいと思います。で、キヤノンのプリンターはこの A3 サイズを対応している IX6830 というモデルを使ってます。まだ3年も使ってないと思うんですけども、今ちょっとプリントをしようと思ったらこういう感じでエラーになってしまってます。で、まず最初に、電源を切ってコンセントを抜いて、やってみたいと思います。一度電源を消してコンセントを抜いて、もう一回コンセントを挿してやりました。ほんでまた電源を入れたんですけども、ちょっとこうプリンターが、少し動いてます。これでちゃんとプリントが再度できるようになるか、ちょっと待ってみたいと思います。はい、単純に電源を入れ直してコンセント抜き差ししてやると、一応プリンターは使えるようになったみたいなんですけども、ちょっと印刷の方がうまくいかなくてですね、ちょっとおそらく黄色が全くなんか出てない、一応インクは入ってるみたいなんですけども、インクが、黄色の色が出てないみたいなんで、一回ノズルチェックパターン印刷でその現象をちょっと確認したいと思います。ちょっとエラーが出てですね、ノズルチェックパターンの印刷で色を確認したら、こんな感じでもう黄色が、 Y のところがもう全く色が出てないんですね。で、この C のところもちょっとかすれてたりしてて、全然こうしっかりになってないですね。で、ノズルチェックパターンを印刷するにあたって、このクリーニングと強力クリーニングを2度行ったんですけども、これ何回も何回もクリーニングしたからって言って改善するっていうわけじゃなくて、メーカーではまあ2、3回ぐらいが推奨らしいので、それ以上クリーニングしてもあんまり変わらないんじゃないかなと思います。プリンターのヘッドを取り出して、噴射口のところをちょっと拭いて汚れを取ってみたいかなと思います。
はい、ヘッドはこんな風に取り出すことができました。ヘッド自体を取り出すことは、今見てもらったみたいに簡単な作業なんですけど、ここからちょっとヘッドをティッシュで拭いたりとか綿棒で拭いたりとかしていく作業は、あくまでもまあ自己責任ということでやってください。まあ不具合がやりすぎたり拭きすぎたりとかすると不具合が出ちゃったりするといけないので、まあ慎重に作業していってもらいたいなと思います。はい、まずはちょっとティッシュで、拭けるところだけきれいに拭いて、ちょっとインクを拭き取ってきれいにしました。まあ、こんな感じですね。一応これで、もう一回動作を確認するために戻して使ってみたいと思います。ではもう一回ノズルチェックパターン演出してみたいと思います。もう一度、印刷してみたらちょっとはこういう感じで改善されてるみたいですね。それでもちょっとやっぱり黄色のところがこんな感じでしっかり色が出てないので、ちょっとやっぱりヘッドのこうインクの噴射が非常に不安定になってるんじゃないかなと思います。これじゃやっぱりフルカラーで印刷してもうまく色が乗らない感じでした。これが左側の方が、ヘッドを取り出してティッシュで拭く前ですね。こんな感じでもう全く黄色が出てないような状態。で、シアンも色がかすれてるような状態だったんですけども、ヘッドを取り出してティッシュで拭けるところは拭いてきれいにして、で、強力クリーニングも2度ほどしましたら、若干、こんな感じでマシにはなりましたね。シアンも、まあ、ちょっとかすれてはいるんですけど、色が出てます。で、黄色もかなりかすれてはいるんですけど、前回は全然出てなかったんで、多少色が出るようになったみたいですけども、これ以上はなんか良くならないです。もう画面でエラーは、E200 のエラーは消えたんですけども、なかなかこれ以上、改善されない感じですね。で、なぜこんな風にちょっと色がかすれてヘッドのトラブルが出ちゃったのかなと言いますと、おそらくうちではこう純正のインクを使ってるんじゃなくて、このプレジールのインクをもプリンターを新品に買った時からずっとこれを使ってるんですけども、これはリサイクル品で安いインクですね。まあ、よく有名な、リサイクルのインクのプレジールというのを使ってるんですけども、おそらくやっぱり純正じゃないっていうことで、こんな風にちょっとかすれが出てヘッドに影響が出てしまってんのかなって、原因はこれなんかなと思ったりしてます。こんな感じでプレジールのインクを使ってます。で、他の道具修理のサイトとか動画とかを見ると、やっぱりヘッドをジャブジャブ水で洗ったりとかして、まあ、治る人がいたりとか、まあ、逆にちょっと洗いすぎて水が入りすぎて乾燥が十分にできなくなったりとかして、逆に壊してしまったよっていう人の動画とかも、サイトとかもあったりしたので、ヘッドをあんまりこうあれこれいじくって
て無理に修理させようってするんじゃなくて、今回はちょっとこういう、コマモノ本舗という、まあ、プリンタス株式会社がやってる、まあ、ネットでこういう、のを買いました。こういうやつですね。洗浄カートリッジっていうのがあるみたいなんで、ちょっとこれを使って、うまくインクが出ない色、うちの場合だったらこの黄色がうまく色が出ないので、この洗浄カートリッジを使ってそれをちょっとヘッドの洗浄をしてうまく使えるようになるかどうか試してみたいと思います。コマモノ洗浄カートリッジっていうサイトで買いました。